デニス・ミューレンは、イルムに所属する、視覚効果スーパーバイザー。常に、革命的な技術を生み出してきた人物である。特にスティーブン・スピルバーグや、ジョージ・ルーカスの作品で、SFX、VFX を担当することで有名である。カリフォルニア州出身。アカデミー視覚効果賞に14回ノミネートされ、8回、受賞している。生存する個人での受賞としては、 最多の受賞記録である。カリフォルニア州グレンデールに生まれる。幼い頃から映画制作や SFX に興味を持ち始めた。パサデナシティ大学で経済学を学んでいた時、8000ドルの制作費で、イクイノックスという短編の SF 映画を制作。小規模の映画会社、トニリンプロダクションズがこれを配給した。トニリンは映画編集者のジャック・ウッズを雇って、 イクイノックスを長編映画として完成させるため、追加シーンを監督させた。長編映画、イクイノックスは1970年10月に公開。ミューレンは自ら映画を監督し、SFX を作ったにもかかわらず、プロデューサーとしてクレジットされた。映画は8000ドルの先行投資を十分に、賄うだけの売り上げを上げた。 その後、スター・ウォーズの SFX 制作のために設立された、イルムに参加、ジョン・ダイクストラのもとで、第二特撮カメラマンとして、モーションコントロールカメラによる宇宙船プロップの撮影を担当した。ダイクストラがルーカスと他元を分かった後は、新生イルムの中心人物として、スター・ウォーズシリーズを、はじめ多くの作品の視覚効果を担当した。ターミネーターに、 ジュラシックパークなどの CG やデジタル合成技術の開発でも中心的役割を果たした。2006年にはイルム2席を置き続けながらピクサーと契約をして CG アニメーションの研究、開発を行っている。ありがとうございます。